コーベリーズは日本のアイドルユニットであるアーティストリレーションズ所属。神戸自然域の PR を担う存在、地域活性化アイドルをコンセプトに神戸ポップカルチャープロジェクトから生まれた。神戸が大好きな市内在住者、出身者を対象にオーディションによって各区の代表としてメンバーが選出され、2012年3月に結成し、同年7月から本格的に始動。 グループ名は一般公募によって決定され、神戸を代表する洋菓子を彩るベリーズのように可愛らしく、神戸の魅力を全国に発信してほしいという願いが込められている。結成以降、主に神戸市内各地のイベント出演を中心に200以上のステージを行い、2014年1月12日に神戸のジーベックホールで初のワンマンライブ、神戸リーズのギュッとして、 ライブ2014を行った。2014年2月19日に未来少年少女で全国デビュー。2014年5月、岡本商店街振興組合とのコラボで岡本商店街 PR 隊に任命される。2016年には神戸開港150年記念事業の応援団、神戸港アンバサダーに就任。2018年9月には兵庫県、 赤十字血液センター献血推進大使に任命された。2016年結成時からの中心メンバーが相次いで卒業し新体制に移行したのを機に神戸国際会館でのワンマンライブ開催を新たな目標として掲げている。毎年1月17日に神戸市長田区西神戸センター街親公会が主催している神戸震災復興フリーライブワンハートには 2014年から出演している。グループ結成から2015年4月30日までのメンバー表記は名前のみだったが2015年5月1日より名字を含む本名表記に変更された。なお、4期生以降は新メンバーオーディションに合格後、まず研究生として歌やダンスのレッスンを積みながらライブやイベントで物販などの裏方スタッフとしての活動を経てから 正規メンバーへ昇格する流れとなっている。正規メンバー正規メンバー研究生順位は、オリコンウィークリーランキング最高順位。ありがとうございます。